キーの提案にしては上出来だな。名前はこれでいいんだな。名前はそれでいいとして、ターゲットは誰にすんの？クソ大人なんて嫌ってほど嫌がるからな。あえて大物だけ狙うってのはどうよ。まあそんなとこだ。大物ならニュースになんだろう。そしたら俺たちを信じる奴ら今よりずっと増える気がしねえか。龍二にしては面白い意見だ。確かに私たちのことがもっと広まればたくさんの人たちに勇気をあげれるかもしれない。でも適当に誰彼構わずはなんか嫌じゃない？なら全員が乗れるやつに絞ろうぜ。全会一致で決めた大物か。いいね、全会一致、掟っぽい。怪盗団の結成だぜ。大変、食べ放題の時間終わっちゃった。話の続きは明日にすっか。人の歪んだ認知が形になった異世界、そこから宝を盗めば心が変わる。しかも教えてくれたのが喋る猫だっていうの。率直に言って世迷事ね。聞くに値する話とは到底思えないけど、デタラメにしては鴨志田の自供と符合しているところがある。君を逮捕した警察官たちの証言ともね。まあいいわ。それより重大な話が出たわね。喋る猫とやらの他に登場した2人の仲間、話の流れから言って同じ囚人学園の生徒よね。かも？ふざけないで。そう、まあいいわ。話を進めましょう。追及すべき事件はまだまだある。嘘や作り話はいずれ必ずボロが出るわよ。次に予告状が出されたのはこの人物、日本画の大家、斑目一流斎。この男が狙われたのは鴨志田以上に不可解だわ。まずどこで知り合ったの？直接被害に遭ってもいないのにどうやって悪事を知ったの？君たちが何を企てたのか、そこから話して。
よし。おい。へえ。はあ。まずはおめでとうと言っておく。主よりサンジの言葉をいただくとは。家宝にしろ囚人。美学を共有する仲間と出会い、お前は現実に自分の居場所を見出した。いよいよだ、お前の更生が始まる。今のお前になら話してやれる。お前には特別な素養がある。だが素養は磨かれて初めて力となる。今はまだ弱い。それを養い、来るべき破滅に抗いうる強さを得ること、それがお前に課す公正だ。いい加減学べ。破滅に抗う力を得る術はいくつかある。シャドウと戦い、経験を積むことも一つ。先に教えた合体もその一つだ。主がお前を手引きするのならだ、囚人。僭越ながら私たちからも助言を。お前が現実を過ごす合間に契約した者との関係を洗練させろ。契約した者と同じ時を過ごす、それが関係の洗練につながるのです。ダミーを貪る暇ができたら契約者を訪ねろ、囚人。それもまた主がおっしゃった破滅に抗いうる強さを得る術です。同志たちとの契約でお前の心は着実に抗う力をつけている。更生は順調なようだ。実に喜ばしい。私から贈り物だ。今のお前にふさわしい新たな力を与えよう。より一層更生に励むがいい。期待している。よし。復元です。束の間の休憩時間へと戻りなさい。契約者を訪ねることを忘れるなよ、囚人。お前知ってる？へえ。
いはい、静かに。回答お願いチャンネル、地味に書き込み増えてんぜ。いつも仮パクする友達に謝罪させたい。そんなのてめえで何とかしろっつーの。ねえ、あの子たち。回答が鴨志田の心を盗んだって噂、あれ本当かな。作り話に決まってるでしょ。回答なんてマジで信じてんの？だけど鴨志田、ああなったじゃん。飛び降り騒ぎで隠し通せなくなったから自分でゲロっただけっしょ。まあそっか、いるわけないか。それよりこんなことで学校有名になるのマジ迷惑なんだけど。進学とかに影響あったりするのかな。やっぱあんなもんなんだよな。けど今に見てやがれ、誰でも知ってるような大物を二人三人とやってけば信じるしかねえはずだ。で、その大物だけど今のところ目処なしなんだよね。あんたたち鴨志田に暴力まがいの脅迫したって噂立てられてるし、しばらくは真面目に学生生活を送るしかなさそうだな。ただいざという時のために準備だけはしておけよ。俺の方は大物の情報が転がってこねえか見ておくから。私もネットでいろいろ探してみるね。しかしせっかく怪盗団結成したっつうのに狙う相手が見つかんねえとはな。まあまあ、うまくいかねえもんだな。失礼します。お呼びでしょうか。鴨志田君の有様は君も見たね。まるで人が変わったようじゃないか。絶対に何かおかしい。おっしゃってる意味は。聞けば妙なちょっかいを出していた生徒らがいたそうじゃないか。その連中が先生に何かをしたのか。したとしたら誰なのか。つまり鴨志田先生は生徒に何かされてああなったと。それを知りたいんだ。大人が学生のコミュニティに立ち入ってもねえ、君に探ってほしい。確かに鴨志田先生についてはいろいろ噂もありますが、まさか例の怪盗団のことと。鴨志田先生が変わったのは事実だ。原因が何なのか正しく掴んでおきたい。マスコミや警察への対応を間違えないためにもだ。はあ。鴨志田先生には引き続き私が話を聞く。君は何かをした誰かを探るんだ。出ないと無責任の噂も収まらない。そうだろう。入学以来定期考査は毎回のように学年首位。
そこもよく、教師からの人望も極めて厚い。どこの大学にも推薦できるよ、新島誠くん。ありがとうございます。やはり血筋なんだろうね。確かお姉さんは若くして警察庁のキャリアだったかな。君に何か不本意があったら、お姉さんはあまり都合が良くないだろうね。わかるかね。はい。さすがは生徒会長、急いでもらえると助かる。早速取り掛かってくれたまえ。失礼します。先生、私です。お忙しいところ恐れ入ります。例の件で。はい、抜かりはありません。早速調査に。もちろんです。あの、いい結果を、はい、近日中にはお伝えできるかと。それでは失礼いたします。お時間いただきまして誠に。見てくれた？回答お願いチャンネル。あれ立ち上げたの俺なんだよね。あのさ、回答は君らなんだろ。ごめん。いや、もし俺が思ってる通りなら秘密にしといた方がいいよな。鴨志田なんかに利用されて、俺は君にもひどいことをした。そのお詫びってわけじゃないけどさ、俺にできることがあったら何でも言ってくれ。そう言ってくれると嬉しいよ。悪い大人は鴨志田の他にもたくさんいる。でも怪盗ならきっと何とかしてくれる。絶対一度きりで終わるはずない。だから悩み事が集まるサイトを作ろうって思ったんだ。怪盗団の今後には期待してる。内心そう思ってるやつ多分たくさんいる。だからあのページには匿名アンケートも実装してあるんだ。怪盗団を信じますか、信じませんか。俺はいつかこいつを支持の声でいっぱいにしたい。怪盗団の正義の行いの役に立ちたいんだ。いいだろう。なら好きにさせてもらうさ。世間の評判とは別のところで怪盗団を支持し続けた声があったらしいわね。怪盗団を熱心に応援していた者がいる。もしかしたら君の近くにね。どうなの？我は汝、汝は我。
汝ここに新たなる契りを得たり、契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我月のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。聞いてたぜ、今の。ったく、声かけずれんのなんの。あのサイト、三島くんのだったんだ。我が輩たちのこと、バレてるんじゃないか。たとえそうでも、あの様子なら大丈夫だと思うけどね。一応、後でお話ししとくか。しかし、悩み事が集まるページな。こいつは意外と使えるかもだぜ。まあいい、ともかく大物探しだな。それが見つかるまでは準備ね。見つかったらまたパレス行くわけだから、装備とかも。せあ、何よ急に。俺ら直試験じゃね。その様子じゃ今回もひどそうね。お前だって英語ばっかだろ。何もできないよりいいじゃん。リュウジは日本語だって怪しいぜ。お前は人間かどうかが怪しいんだよ。今の上手くね。拳で語り合うか。上等だこら。やめろっつーの。よし、じゃあ行くか。
俺だ。もう遅いよ。行くか。じゃあな。おい。
知るか。上がったな。お大事に。そうそう。じゃあ教科書開いて。ろくな書き込みがねえ。
恋人やら親への愚痴ばっかだ。パレスを持ってそうな大物の依頼、来そうな気配もねえし。ネット限界あるね。これで名前や居場所までって言っても自力で探すしかねえか。警察も見逃してる大物、足で見つける気か。だよな。とりあえず試験終わるまで待つか。もうちょい様子見て、いよいよ見つかんなきゃ、そん時は。ここ侵入禁止のはずだよ。話終わったらすぐ出るって。つか会長さんが何か用すか。問題児くんに噂の彼女、それに訳ありの転校生、変わった取り合わせだなって思って。感じ悪。ところで鴨志田先生といろいろあったみたいだけど。この学校にいれば嫌でも鴨志田先生と接点あるでしょ。前歴のこと鴨志田先生が広めたらしいわね。バレー部員を使って。憎くない？鴨志田先生のこと。さっきから何なんすか。つかこいつすげえ人間できてるんで。気を悪くしないで。鴨志田先生の件で動揺してる生徒も多いの。予告状みたいなおかしな張り紙の噂もなかなか消えないし。いいかい、新島先輩ってあんなセンス。